さて、始まりました。無鉄さんチャンネルです。さあですね、実はこれ2回目なんですけど、1回目ね、ちゃんと撮れてなくて、今撮り直しでございます。はい、桜遊学園女子の話なんですけど、ね、その撮り直しの間にすごい、なんつうの、ニュースが飛び込んできて、小倉優子さんが離婚されたというですね、はい、ニュースが飛び込んできました。今日のメインチャンネルのこのね、出す、みたいなね、タイミング的にちょうど昨日撮影していたんですけど、今日離婚のニュースが飛び込んできましたね。まあ、ある意味タイムリーになってはしまいましたけど。はい。さて、はい、見てみますね。桜遊学園女子が偏差値38から超進学校に変貌した理由、東大院現役9人、早慶マーチに大量合格というですね、はい、実績を出してるってことですね。園芸で野菜を育てる体験型授業、時に虫に大騒ぎ、なんだこのタイトル。はい。新女子御三家の一角と知られる東京都内の中高一貫校、桜遊学園女子中学高校。というですね、世田谷区の人気が近年高まっていると。実質倍率、第1回入試は20年までの2倍前後から、21年は2.4、22年は2.8倍と上昇。今春の大学合格実績では東大9人、おおすごい、京大1人、一橋7人、東工大6人、いずれも現役など超難関国公立のほか、早慶上智に約250人、マーチに360人という目覚ましい実績を残した。82年代には偏差値38という不人気校に落ち込み、経営危機を迎えた同校が40年かけて都内屈指の進学校に変貌した理由を探ったと。まあ、実際見たら確かにね、昔はあんまり良くなかったし、なんかギャルみたいな写真も出てましたけどね。Google の写真検索で。まあ、どうなんだ、教えたことあるのかな？はい。まあ、カリキュラムのことがね、いろいろと書いてあるんですけど、一応、下の方のもうちょっと先の書いてあるその合格実績とかを見ていきたいんですけど、もうその女子御三家と呼ばれる私立中高一貫が名門女子校の桜蔭、女子学院、双葉の人気に迫りつつある新女子御三家の桜遊、豊島が丘女子学園、吉祥女子、少子化が進む中、優秀な生徒獲得のための学校間競争はますます激戦となりそうだ。まあ、これよく言われてますね。最近ね、新御三家とかね、言われることありますよね。まあ、確か双葉そういえば多かったね。慶応ね。自分の大学1年の時のクラスもゼミも双葉の人結構いましたね。結構いましたねってか、一番多かったか、双葉が。自分の慶応分ですけど。で、生徒が主体的、共同的に学ぶアクティブラーニングと呼ばれる授業を推し進めることで人気校に豹変した桜遊学園。アクティブラーニング、コロナ禍でやりづらいと思うんですけどね。同校は大学合格実績と学部別進学状況を分けて公表しているため、その実力が測りやすいと。なるほど、進学者がわかるんだ。今春入試の早稲田は現役合格者が61人。進学状況を見ると、文2、文学部に2人、教育学部3人、文化構想2人、社会科学、社学ですね、3人、法学部2人、整形が2人、小1、あ、小1なんだ。基幹理工1、創造理工2、先進理工1、スポーツ1、スポカですね。国際教養いないんだね。でも本当行くのはちょっとなんだね。これ、かぶりが多いのかな、合格してる人。国立と、あと早稲田内でも。少ないよね。慶応は50人が合格し、進学状況は文6、あ、文学部。まあ、女子多いですね。法1、総合政策1、経済1、理工2、医学部に、あ、医学部出てますね。薬学部2だったと。看護医療とか出てないですね。国公立は計69人、私立は計124人。全体的な東大など、超難関国公立から早慶、マーチ、私立、医大あたりに進学しており、保護者からは魅力的な学校に見えるはずだ。そうでしょうね。桜遊が人気校となった背景には地理的な事情もある。桜遊が校舎を構える世田谷区は中学受験激戦区で、中高一貫校の数は東京23区で最多。桜遊から徒歩10分足らずの東京農業大学第一中高は近年合格実績を伸ばしていて、キャンパスが広いことでも人気です。こうした競争があるため、各校とも合格実績を積み上げる必要があるのでしょう。各校予備校講師、誰だお前は 誰が喋ったんだ。実際のね、じゃあどういう感じの指導をされてるのかをね、見てみましょうか。桜遊学園はキリスト教の精神に基づき、慈愛と誠実と創造を校訓としている。入学してほしい生徒として、大学受験のための学習だけではなく、あらゆることに興味関心を持つことができる。自ら進んで問題を発見し、その解決に向けて仲間と協力して真剣に取り組むことができる。困難な状況の中でもしなやかに粘り強く自分の人生を豊かにしようと努力するの3つを求めている。こうした方針は同学園中学校の進路指導ポリシーに如実に示されている。これよくあるよね、こういうのね。自ら進んで問題を発見しとかってよく言う。しなやかにとかもよくあるし、人生を豊かにしようとするとか、校訓とかにあるよね、結構。
まず中学1年では自分レポートを作成し、自分を見つめ直す。ああ、やるとこあるね、自分レポートね。また頻繁に席替えを行い、他者との関わり合いの中で自己を発見する。これ面白いね。席替えを頻繁にやるって。へえ。中学2年では車椅子やシニア体験などを通して弱い立場にある人たちに目を向け、現代社会が抱える課題に気づき、解決する力を養う。まあ、これはやってるとこもありますよね。車椅子体験とかよくあるよね。中学3年では様々な立場の方の講演を聞き、職場訪問や見学を通して将来の自分の姿を描いていく。うん。11月の沖縄修学旅行では歴史や文化などの事前学習を土台にして現地を訪れ、平和を作る人となることを自覚する。へぇー。そうなんだ。理科では実験の方法から自分たちで考え、研究を行い、仲間と協力して課題を解決する力を養う。うん。とある。並行して英語の多読、多聴や基礎力の定着、オールイングリッシュによるコミュニケーション能力の向上を目指している。はいはいはい。オールイングリッシュのやつもやってるってことなんですかね。高校に進学すると2年生の段階で全てカリキュラムを終了。以降は具体的な進路の絞り込みや国公立大二次試験対策、小論文の個別添削など、大学受験に向けた実践的な指導に入るようだ。はいはいはい。まあ、ありますよね。やっぱ進学校っていうと高校2年までに全部終わらすとかっていうのはよくありますね。まあ、灘とか海星の人たちも聞きます、そういうのは。ユニークな授業は園芸。あ、ここで園芸出てくるのね。野菜や花、土に親しみ、日々成長する生命を育てる驚きと喜びが体験できるという。時に虫に大騒ぎになることもあるというが、これも課題解決につながっていく業の一つだろう。園芸がだよね。別に虫は関係ないよね。中学に入ってすぐに社会課題を意識した授業を行っている OU のカリキュラムについて、詳しい大学講師が話すと。誰だ詳しい大学講師。なんかでもこれ変化は書かれてないじゃん。これいつからどういう風にこれが変化されたんですか。はい、南関大学の入社近年、思考力、表現力、読解力を問う問題が増えています。まあまあ間違ってはいないですね。例えば、もう昔からだとは思うんだけど、はい。例えば、今年の2月の慶応大学文学部の入試の小論文。あ、私が受けたやつじゃないですか。慶応義塾大学文学部の小論文。は、講談社選書のメチエの荒谷大輔著。使える哲学、私たちを駆り立てる5つの欲望はどこから来たのかから出題され、近代社会のパラダイムの正しさの問い返し、つまり正しいと思われたオピニオンに対する自分の考えを論述する答案作りが求められました。これだけだとあんまりよくわかんないですけどね。はい。自由や平等の尊重、その一方で多様性や他者の権利にどう配慮すればよいのかを丁寧に記述する表現能力が必要ですし、そのためには早くから新聞や新書を読むなど、現代社会が抱える課題についてアンテナを張り巡らす習慣を身につけなければなりません。OUに限らず近年合格実績を伸ばしている中高一貫校は生徒の思考力、表現力、読解力の養成に力を入れています。慶応入試の小論文も見てわかるように多くの難関大学が発想力豊かな生徒を求めていますと。うん、まあそうですよね。慶応の文学部は小論文にしますか。正しさについて、正しさ、正義論。近代市民社会は不可欠の条件と考えられてきた自由や平等といった考え方に巡ってその正しさはどこにあるのか、そういうのが出たわけですね。まあ最初に要約して、その後に論述するやつですけど。まあ方針とかね、やってることは分かったんですけど、それをこう、どうね、変えていったのかもうちょっと見たかったですね。最初はこうだったけど、こういう風に変えていって、レベルが上がっていったんですよとかね。なんかこれは学長が変わってとか、校長が変わってとかさ、そういうのが見れたらちょっともうちょっと分かりやすかったなと思ったんですけど、はい、皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.